活をただただずっと続けるだけですわ。どうしようかな、飯食おうかな。頭使っていれば今日に
だよね。何が？ほら。誰だ？ノーティ。どこに？あ、あれか、うん。白いと印象変わるね。うん、白も可愛いけどね。ただ汚れくそほど目立つから。そうなんですよ。白を乗る人はよっぽど綺麗好きじゃないと。まあね。じゃあ行っちゃうか。雪だな。どうしてね。雪？え、ポテチンだけでいいんだな。え、なんで？なんか食べたいのある？これ食べてみようか。いやいや、これ食べてみていい？どうぞ。うるせえ。ナゲットない。あ、じゃあね、あれね。シェイクってシェイクはないね。シェイク高いんだっけ？エクサイトって。わかんない。じゃあシェイク？まずクーポンの512番を2つ、はい、あとちょっと待ってください、あと530番を1つ、あとバックシェイクの何味？バニラ味の S を1つ、以上でお願いします。はい、お願いします。はい、いいね、このクレジット払い。いや、なんで？他なんかニコニコ現金払い？うん、別にどっちもいいよ。現金もいい、現金もいいし。ペイペイ使えんのか？そう、あれ電話しなきゃね。働く？あー、ちょっとかわいい。
しまった財布に、うん、これは無理だね。食べてみる？いや、いい。食べな。話すなよ。うん？それ120円ってお得だね。うん、160円ね。あ、160円が120円か。ね、200何円が160円。これでおしまい。ねえ。僕は泣きたい。これでおしまいだったっけ？うん、わかんない。上にローマ字書いたんだけど、ちっちゃくて読めねえよ。あの字が読めないの嫌だな。ん？まこと？ちげえな。どこに書いたの？あそこ真ん中の。あ、違った。ごめんごめん。あれ VS だったからちげえや。
どっちかだと思う。あの左側の方かな。あの鬼滅のグッズ売ってる方かの。公式ツイッターを始めたらしいから。影信山は好きじゃん。うん、だから。用意しなければの話だね。なんかバス用らしいよ彼女。過去だほう。うん。まあ選ったら大丈夫でしょ。選ったら。高尾駅からだと残月とかからだと多分30分ぐらいかかるのかな、力だと距離が。
水化物がいいな。うん、取っとかないとね。取っとく。しょっぺ。あ、いや、炭水化物をっていう。うん。下に取った気がする。なんだって、と別に冷えても家でさ、違う料理に使えるから、ありえない。禁じますとか転売的な発言、例えば第三者に譲渡するとかはおやめくださいとか、そういうなんか店側の注意がない限りは多分動けないんでしょう。